山井リーチ行かなかった山井が意外とこれはね最後首の上げ下げでミスるかもしれない。あ、そうそう、ね、うん、それはありますね、うん、あ、ドラトイツ、ドラトイツ、いやー、これは乗ってきたか。あの山井のね、さっきリーチ行ってもおかしくないところですからね。そうですね、とりあえず積もれば OK なわけですから、ね、うん、一発裏ドラもありますしね、積もって裏乗せれば OK だから、そこを耐えた。ただ本人積もったら積もの身で上がったような気もしますけどね。なるほど、2着であのトータルトップなんで、そうか、2着でもありだなみたいな感じでしてたんで、はい、うん、3着にならなければ OK って考えてるかもしれないですね、うん、本人。そっか、積もればあの時点で2着か。そうだね、はい、しかしさ、滝さんの手がこれはまた強烈なのが出るかもしれないですよね、うん、まさかこうなるとはちょっと思わなかったですね、うん、まあダマ点にした滝沢の、ね、そうですね、スーパープレーでしたね今ね。リーチって言って相手の手止めたいですけどね、止めたいですね、止めたいですけど冷静でしたね。さあこれはペン3ピンを払っていくのかどうだ。シャー、とりあえず1枚切れのシャー、まあ、しかしあのラスオヤが残ってる限り希望はあるんですね。そうですね、それを呼び込んだのは先ほどのラス前にやっぱりウッパーピン行くの我慢したところです ね、はい、あのそういう微妙な我慢がやっぱりこうやって効果出します、ね、うん、はい、さあ村上がドラを重ねれば最逆転もある。村上は小山を打ったとはいえまだ167ですから、そうですね、はい、ここから羽つもで十分トップに返り咲くので、ね、さあ動いた、うん、石橋が動いた、ここは石橋のさばき手注目。想像も変化しやすいですから ね、これマンズさえなんとかなれば、はい、カンウーマンはもちろんベストですけど、例えば4万とか6万重なってもやりやすい形になるんですよね、うん、親の捨て合いがナンチュンシロチュンなんで、そこまで速くないと逆に踏んだのかもしれないですね、うん、おっと、でもこうやっていいのが入ってたんですね。さりゃまに勝った、これも強くなりましたね、これも強い、でも親も強い、いいシャンテンですね。そのチーマンはね、いい音しましたよ、絶好のとこ来ましたからね、パーピンか、一気に行くか。これパーピン引いたらやっぱりイーペコ確定金した方がいいんですかね。パーピン引いたそうですね、うん、やっぱりそれで闇手にするかリーチにするか今度は判断難しいですね、うん、石橋の動きを止めたいところもありますからね。止めたいところですね。町の形からリーチ行きそうですけどね。そうですね、うん、パーピンがでも薄いですね。ああそうですね、2枚見えてて自分で1枚使ってる、うん、15、おっと6口っぱな、迷わない形でこれはリーチ画面インパチですか、今打たれたばっかりとはいえ、これ石橋さんは行くと思いますね。止まらないですか、これ止まらないですね、形が安牌、ね、ないんですよ、はい、そうか、あの出てるの3万とチーピンだけなんですね、数牌、うん、止められないんですよ。なるほど、さあどうだ、3ピンはあチーでき、あチーできないんだ、リャンパッソーローソスーピンですね、リャンワンのいいシャンテ、まあまあ病は見物ですけど、そうですね、見物でここは全く無理する必要ないですね、見物できる牌がでもあんまりないっていうのが、ね、あの捨て牌が非常にいいですよね。さあリャンパッソー引いた、さあリャンマ、リャンワン対ウッパッソーですね、パーソーもあと1枚、ウソもこれ村上テンパりましたよ。あでもドラは切れないか、ちょっと打点が低いんでね。なるほどね、メンピンだけですね、メンピンだけ、行くんじゃないかな、そうですか、まあでもかラス抜けはしたいですけどね、そうかそうか、やっぱり直撃で一発裏ドラっていうのがあるのでね、うん、まあ、キューピンがそもそも通るかっていう そのそっちの方はあると思いますけど、そうですね、チーピンギリリーチなんでね、特になんかシャンポンとかありそうですもんね。さあ石橋はどこまで押していくんでしょうか。これは全部いくと思いますね、もう行っちゃうと思いますね、上がるのは俺だと、はい、リャウマンもいいですねリャウマンもいいな、これは結局この1000点がトップ取ることによって2万点の上がりになるって考えるんで、うんうん、ここはあの
2万点の価値あるってと思ってるんで、うん、さあ地層も押していく。順位点まで入れると3万点の価値ですね、この1000点は。ならば行く価値は十分と見るか。一方病はどうする。チーピンギリリッチで名前さんは行きたくないんですけど、ちょっと手が詰まってますね。中筋の数層ですかね。イースを通って今石橋がイースあのあれをチースを通したんで、数層ぐらいしか打つもないでしょ。これでも困った時はだったら石橋の方へっていうのはあるんですか。困った時なんで一応統一落としですね。二巡しのげますから。二巡しのがないといけないんで、はい、リャンマンは3枚見えてますからね、うん、惜しい、惜しいですね。そしてこっちはチュンだ。リャンマンも薄いですね。リャンマンの4枚4枚もいるんだ。4枚来てるんですよね。枚数的には十分ですね、はい、うん、あでもこのイーマン切りはいいしのぎじゃないですかね、はい、一枚一枚安牌ってか取ってないもの来たぞ。ました、ね、いやーよく積もりました。お見事でしたね、いいさばきでした ね最後はさばいてタンヤを積も上がり、うん、渾身のさばきでしたね。トップを取りました。さあ、どんな話を聞きましょうか。梶本プロ、